ープニングの歌が遠ざかっていく。どうしたの？はい、クジラくんがクジラ先生にうなされたから代わりに行ってくれって。ふぅ、また2日連続か。ふざけてんな、あの子も。クジラくんがプリンを食べた件で呼び出されたから謝っといてほしいって。ううん、宿題42日連続で忘れたから呼び出したの。え、じゃあ帰っていいんですか？帰っていいわけない。あんたもこれできんのね。はい、お手の物です。お手の物ってなんだ。はぁ、まあいいや。まあまあ、あんたがよかった、来たの、代わりに来たのが。クジラちゃんに怒ることは先生いっぱいあるからね。今日は怒らせてね。はい、どういたしまして。何がどういたしましてだ。怒るつってんのこっち。なんだどういたしましてって。はい、はいじゃないよ。まあいろいろやってくれたね。最近も壁に穴開けようとしてたしね。あの時私びっくりした。後ろでね、あんたたちが作戦会議してるの聞いてたんだけども、クジラくんがさ、壁に穴開けようって言った時なんて言った？なんでって言いました。そうだね、それは合ってるね。でその後さ、クジラ先生が開けてほしいって言ってたみたいなこと言った時なんて言った？変な人だねクジラ先生って。何言ってんだおい。そこがおかしいの。まずそこでクジラ先生がそんなこと言うわけないでしょにならないの？あんたさ、止めてよクジラくんを。一緒になっていたずらすんのやめて、止めてよ。はい、なんでわかんないんだ。なんだあんたら、ほんと二人は共に大事だな。これわかりました、クジラくんのこと止めます。え、止めてくれるの？はい、クジラ先生のこと好きなんで私。あら、それなんか前も聞いたな。ま、それだったらもういっつも止めてほしかった。今までも私のこと大好きなんだったらね。大好きじゃないです、好きです。ただのその変に一個あげないでください。別にどっちでも一緒でしょ。全然違いますよ、怒りますよ。なんであんたが私に怒るんだ。私があんたに怒るの？じゃあ今からクジラくんを止めてくるんで早く帰っていいですか？ほんとに止めなさいよ絶対。はい、止めます。ブオークジラだね、さよなら。ブオー。息をしたくて、チャンネル登録したしくて、チャンネル登録もしないやつは浮かぶ方法もない。ダイバー息をしてみて、ただの幸せに気づいたら僕はもうチャンネル登録しないよ。